ディーク・スレートンこと、ドナルド・ケント・スレートンは、アメリカ合衆国のパイロット、宇宙飛行士である。マーキュリー計画に選抜された7人の宇宙飛行士の中の一人であるが、病気のためマーキュリー計画で宇宙へ行くことはできなかった。その後、NASA の初代宇宙飛行士室長及び飛行クルー運用管理者となり、宇宙飛行士のアサインを担当した。 1975年のアポロソユーズテスト計画で初めて宇宙へ行き、最年長宇宙飛行士の記録と選抜されてから実際に登場するまでの期間が最も長かった飛行士の2つの記録を樹立した。第2次世界大戦中、爆撃機パイロットとして活躍したィークスレートン A-26 の横に立つィークスレートンドナルド・ケントスレートンは、 1924年3月1日、ウィスコンシン州、モンロー・グンレオン近郊の農場で、チャールズ・シャーマン・スレートンとビクトリア・アデリア・スレートンの間に生まれた。彼は、イングランド人とノルウェー人の血を引いている。幼い頃から農場で、羊や牛の飼育、タバコの栽培などを行っていた。スレートンの幼少期には、家には、電気も水道も通っていなかった。5歳の時、 草刈り機で左手の薬指を切断した。レオンの教室が2つしかない小学校に通い、1942年にスパルタ高校を卒業した。高校ではボクシング、トロンボーン、農業クラブなどの活動に励んだ。1941年、スレートンが高校3年生の時の12月に真珠湾攻撃が起こり、アメリカが 第二次世界大戦に参戦した。スレートンは当初はアメリカ海軍への入隊を希望していたが、高卒者の飛行士受け入れを開始したアメリカ陸軍航空軍に入隊した。高校卒業後、テキサス州サンアントニオに移り、航空士官候補生訓練プログラムに参加した。当初、薬指を切断していたために訓練開始が延期されていたが、飛行に支障なしと判断された。 スレートンはテキサス州バーノンで飛行訓練を開始し PT-19 コーネル PT-17 ステアマン AT-6 テキサンで訓練を受けた3ヶ月間の基礎訓練の後スレートンはテキサス州ウェイコで基礎飛行訓練を受け PT-13 バリアントに乗ったスレートンは単発の戦闘機を操縦したいと思っていたが 多発機を操縦することになった。スレートンは a t 1 0チタ、セスナ AT-12、カーチス -18I で多発機の訓練を始めた。1943年4月22日に飛行訓練を卒業し、最後に選んだ B-25 ミッチェルでの飛行を命じられた。スレートンはサウスカロライナ州のコロンビア陸軍航空基地に移動し、 3ヶ月間の B-25 ミッチェルの訓練を受けた。訓練終了後、第340爆撃軍に配属され、バージニア州、ニューポートニューズから船でヨーロッパ作戦地域に向けて出発した。北アフリカのゼルニに立ち寄った後、輸送船団はイタリアナポリに向かった。ジブラルタル海峡付近を航行中、ドイツ軍の爆撃機と潜水艦の攻撃を受けた。 ナポリに到着した後、第340爆撃隊はサンペトラツヨに移動し、スレートンはバルカン半島で戦闘任務に就いた。6週間後にはホッチャに移動したが、ベスビオ火山の噴火で48機が破壊された。その後、スレートンはサレルノトコルシカ島に出撃し、副操縦士から操縦士に昇格した。ヨーロッパ戦線で56回の出撃を行い、 1944年5月にアメリカに帰国した。B-25 の教官として、コロンビア陸軍航空基地に戻った直後、スレートンは新型爆撃機 A-26 インベーダーの操縦を申請して認められた。ミシガン州のセルフリッジフィールドに移動して、訓練を受け、太平洋戦線への派遣の準備を始めた。 1945年7月に沖縄本島に到着し、第319爆撃隊に入隊した。日本上空で7回の戦闘任務に就いたが、日本の抵抗をほとんど受けなかった。戦後は、ジョージア州オールバニとフロリダ州ボカラトンで B-25 の教官として働き、1946年11月に陸軍を除隊した。除隊後、 ミネアポリスにあるミネソタ大学に入学し、航空工学を学んだ。学生時代は、福音兵援護法による支援を利用したり、モンゴメリーワードの倉庫で働いたりして、生活を支えた。1949年に大学を卒業し、ワシントン州シアトルのボーイング社に、エンジニアとして就職した。シアトルでは、下宿をしながら、ジュニアデザインエンジニアとして働き始めた。 ボーイング社では、B-52 ストラトフォートレスや KC-97 ストラトフレーターなどの開発に携わった。大学在学中に空軍予備役軍団に入隊し、ミネアポリスセントポール国際空港で T-6 敵3のパイロットを務めた。その後、A-26 インベーダーや P-51、ムスタングが操縦できるようにするため、 大尉から商尉への降格を受け入れ、ミネソタ空軍州兵に移行した。その後、シアトルに移ったのを機に、ミネソタ空軍州兵を退役した。朝鮮戦争の勃発に伴い、シアトルの空軍予備隊に入隊しようとしたが、予備役の資格が失効しているという理由で拒否された。しかし、ミネソタ州の飛行隊長に連絡を取り、1951年2月に、 元の飛行隊に復帰するようにとの申し出を受けた。復帰後、スレートンは当初、視力低下を理由に飛行資格を失っていた。視力回復を待つまは整備士として勤務し、飛行可能な状態になってからは整備飛行試験士となった。1952年、スレートンは予備役から現役の空軍兵士に転属した。空軍式爆僚学校で教育を受けた後、 西ドイツのビースバーデン陸軍飛行場にある第12空軍司令部に整備検査官として配属された。さらに、西ドイツのビットバーグ基地にある第36航空団で F-86、セイバーの操縦士及び整備士として勤務した。ドイツ駐留中にマージョリールニーと出会い、1955年5月18日に結婚した。西ドイツに赴任した当初、 スレートンはアメリカ空軍テストパイロットスクールに応募したが、現在の3年間の任務を完了しなければならないという理由で却下された。1955年に再応募して合格し、TPS の 55C クラスに参加した。1955年12月に卒業すると、カリフォルニア州エドワーズ空軍基地のフライトテストセンターでテストパイロットとなった。 スレートンは F-101、F-102、F-104、F-105、F-106 をテストした。最初に F-102 に配属され、マタドールとジニーのミサイルをテストし、後に F-105 のストールスピン特性をテストした。最初に F-102 に配属され、MGM-1 とエアー -2 のミサイルをテストし、後に F-105 のストールスピン特性をテストした。1958年には、イギリス初の超音速戦闘機である、イングリッシュエレクトリック社の P1 バイトライトニングのテストに協力した。ディーク・スレートン1959年1月、スレートンは、アメリカ初の有人宇宙飛行計画である NASA の、マーキュリー計画の宇宙飛行士の候補者の一人に選ばれた。最初は、 宇宙飛行には興味がなかったが宇宙飛行士の選考を受けることに同意した。ワシントン DC のカッツ・マディソン邸に置かれた臨時の NASA 本部で一時面接を受けた後、スレートンはニューメキシコ州アルバカーキのラブレースインで後に宇宙飛行士となるスコット・カーペンター、ジム・ラベルらと共に心理的、肉体的テストを受けた。1959年4月2日、スレートンは 宇宙飛行士に選ばれたことを知らされた。スレートンは家族と共にエドワーズ空軍基地からホートユースティス近くの住宅地に引っ越した。近くには同じマーキュリーセブンの仲間であるガスグリソムやウォルターシラーの家もあった。スレートンは NASA に入った後コンベア社のアトラス LV-3B ロケットの開発に配属された。1959年 4G トレーニング中に、心電図検査を受けたところ、心臓の動きが不規則であることが判明した。ブルックス空軍基地で精密検査を受けた結果、特発性心房細動と診断されたが、宇宙飛行には、支障なしと判断された。マーキュリーアトラス4号の軌道飛行では、バミューダの追跡基地で働いた。スレートンは、アメリカで2回目の有人軌道ミッションである。 マーキュリーアトラス7号に選ばれ、識別名はデルタ7とするつもりだった。1962年初頭、NASA 長官のジェームズ・ウェッブは、スレートンの辛抱細動に関する調査を開始した。マーキュリーアトラス7号の打ち上げの2ヶ月前の1962年3月15日、マーキュリーアトラス7号でのスレートンの飛行は中止となり、代わりにスコット・カーペンターが飛行することになった。 当初は、マーキュリー計画の他のミッションで飛行する可能性は残されており、スレートンは定期的な運動と禁止で健康状態を改善しようとしていた。その後、NASA 上層部は、スレートンが心房細動のリスクを抱えているとして、スレートンの宇宙飛行は行わないことを決定した。フライトドクターは、スレートンが先天性疾患を患っているかどうかを確認するために、 心臓科テーテル検査を進めたが、NASA 上層部は手術のリスクを考慮して、この提案を拒否した。打ち上げ前の最後の記者会見を行うアポロ11号の乗組委員と、それを横で見守るスレートンスレートンは1962年、初頭に新設の宇宙飛行士室のシニアマネージャーに抜擢された。彼の最初の役割の一つは、グループ2の宇宙飛行士を選抜することであり、 1962年9月に新しいクラスが発表された。さらに将来のクルーの割り当てを任され、ゴードン・クーパーをマーキュリー・アトラス9号のミッションに割り当てた。1963年10月の組織変更でスレートンは宇宙飛行士室の管理業務に加えて飛行クルー運用の副管理者となった。1963年11月。 飛行資格を永久に失った後、空軍を退役し、NASA の文民幹部となった。メニエール病により、飛行ミッションから外されたアラン・シェパードがスレートンに代わって宇宙飛行士室長を務めたが、スレートンは飛行クルー運用の仕事を続け、1966年に管理者に昇進した。スレートンは引き続きクルーの割り当てを担当し、ジェミニ計画とアポロ計画の 各ミッションで飛行する宇宙飛行士を決定した。スレートンはあるミッションの予備搭乗員に選ばれたクルーが、その後3つ後のミッションで正搭乗員になるというクルーのローテーションを作った。アポロ1号の火災事故の時、スレートンは事故が起こった34番発射台の建物の中にいた。スレートンはこの事故で死亡した宇宙飛行士ガス、グリソムの親友だった。 スレートンは通信の問題を判断するためにカプセル内で作業することを検討しており火災発生時にはカプセルのすぐ近くで作業していたものと思われる火災の後スレートンは1967年4月に最初に選ばれたグループの宇宙飛行士たちの会議を招集しアポロ1号の搭乗員3人を月面着陸の最初の候補者とみなすと発表した スレートンは次のアポロミッションのクルー再配置を監督し、グループ6とグループ7の宇宙飛行士の選抜も行った。そのまま心房細動の症状は続いていた。ウェップ長官はアポロ8号を月周回飛行ミッションとすると決定したが、スレートンは前任のクルーを月着陸船の経験があるという理由でアポロ9号に変更し、 正搭乗員と予備搭乗員の両方をアポロ9号からアポロ8号に移動させた。その結果、予備搭乗員であるニール・アームストロング、バズ・オルドリン、マイケル・コリンズの3人がアポロ11号の正搭乗員となった。スレートンは残りの月面着陸ミッションでも搭乗員の割り当てを行った。アポロ13号では予備搭乗員に風神の可能性があり、 風疹の免疫を持っていない県マッティングリーに感染してミッション中に発症する可能性があったためスレートンはマッティングリーの代わりに予備搭乗員のジャックス・アイガートを起用した。1969年スレートンはアラン・シェパードをアポロ13号の船長に任命するという決定を下した。この決定はシェパードが以前に宇宙飛行士室長を務めていたことから一部の 宇宙飛行士から利益相反とみなされ、物議を醸した。最終的に、有人宇宙飛行局のジョージ・ミューラー局長が、シェパードをアポロ14号の船長に再任命した。これは、シェパードが長らく宇宙飛行士の任務から離れていたため、追加の訓練の期間が必要と判断されたためである。アポロ15号の搭乗員が、その記念切手をめぐって、 飛行式に金銭的な取引をしていたことが明るみに出て、スレートンはアポロ15号の搭乗員3人を宇宙飛行を行わない部門に再配置し、彼らの宇宙飛行士としてのキャリアを事実上終了させた。アポロ17号のミッションでは、スレートンはジョーエングルを月着陸船操縦士として残すことを支持していたが、NASA 上層部からの圧力により、科学者、 宇宙飛行士であるハリソン・シュビットに交代させられた。地上勤務中、スレートンは宇宙飛行が可能な状態に回復するために、定期的に運動する、ビタミン剤を摂取する、タバコとコーヒーを断つ、アルコール飲料の摂取量を減らすなどの対策を取った。1970年、同期が頻繁に起こるようになり、抗不整脈薬のキニジンを試験的に毎日に服用し始めた。 この治療法は成功したが、薬を飲むことで単独飛行ができなくなることを懸念して、スレートンは医師の指示に反して服用を中止した。スレートンは10年間、世界中の医師の診察を受けてきたが、1971年、長期間にわたり、心房細動が発生しなかった後で、名誉クリニックで診察を受け、冠動脈疾患ではないという診断を受けた。 1972年3月13日、NASA はスレートンが宇宙飛行が可能な状態に戻ったことを発表した。ソユーズ宇宙船にて、アレクセイ・レオノフとスレートン1973年2月、スレートンは船長のトーマス・スタッフ・フォード、司令船操縦士のバンスディー・ブランドと共に、アポロ・ソユーズテスト計画にドッキングモジュールの操縦士として参加した。 この計画に参加するアメリカ人クルーはロシア語を学びソ連のガガーリン宇宙飛行士訓練センターに出向くなど2年間の訓練プログラムを受けたスレートンはスカイラブ計画の期間中は管理職に留まり1974年2月に飛行クルー運用管理者を辞任して次の宇宙飛行に備えた1975年7月15日 アポロ18号とソユーズ19号が同日に打ち上げられた。1975年7月17日、2つの宇宙船が軌道上でドッキングし、アポロ18号とソユーズ19号の搭乗員が握手を交わすなど様々なセレモニーを行った。地球への帰還時、スイッチの設定ミスにより宇宙船の RCS スラスターから噴射された。 有害な4酸化に窒素ガスが室内に充満した。搭乗員は念のためにハワイのホノルルの病院に2週間入院した。入院中にスレートンの肺に病変が発見され、摘出された。良性と判断されたが、これが宇宙飛行前に発見されていたら、この搭乗員から外されていた可能性があった。スレートンは51歳で、 当時の宇宙飛行士としては最高齢であった。また、選抜されてから実際に登場するまでの期間が最も長かった宇宙飛行士でもある。スペースシャトルコロンビアを乗せたシャトル輸送機 B747 がケネディ宇宙センターに着陸する直前。スレートンが随伴機の T-38 タロンを操縦したップの飛行の前に、スレートンはクリス・クラフトから スペースシャトル計画の接近、着陸試験の管理を割り当てられていた。ALT プログラムでは、スペースシャトルオービター、エンタープライズのテストを開発し、宇宙飛行士を訓練するために、F-104 スターファイターや T-38、タロンを数機改造した。また、スペースシャトルの開発に携わる一方で、シャトル輸送機の開発にも協力した。 1977年末に ALT プログラムが終了し、スレートンにはスペースシャトルの軌道飛行試験の管理が割り当てられた。グループ8の宇宙飛行士を選抜する際、スレートンは通常の衛星展開ミッションを2人のクルーで飛行することを想定して選抜人数を減らすことを提唱した。STS-1 では引き続きアドバイザーを務め、STS-2 の着陸時には、 随伴期の T-38 を操縦した。1982年2月27日に NASA を正式に退職した。総飛行時間は7164時間だった。NASA を退職した後、スレートンはヒューストンにある小型商業ロケット打ち上げ、会社、スペースサービスの社長を務めた。1982年9月9日に打ち上げられたロケット コネストガのミッションディレクターを務め、世界初の民間資金により、宇宙に到達したロケットとなった。また、スレートンは、エアレースにも興味を持ち、国際フォーミュラワンパイロンエアレースの会長やコロンビア、アストロノーティクスのディレクターを務めた。また、アメリカ合衆国運輸省の商業宇宙輸送諮問委員会の委員を務めた。1991年により、 宇宙視野のマイケルキャストと協力して、デケ、US、マンド・スペース・フロム、マーキュリー・ツー・ザ・シャトルという自助伝を執筆し始め、彼が亡くなった翌年の1994年に出版された。また、1994年にアラン・シェパードと共同で、ムーン・ショットという本を執筆している。スレイトンは1955年5月18日に、マージョリー、マージル・ニーと結婚した。 1957年4月8日に、ケント・シャーマンという子供が生まれた。マージとは1978年4月に離婚し、スレートンは、ジョンソン宇宙センターの近くのコンドミニアムに引っ越した。1983年10月には、同じく NASA に勤務していたボビー・ベル・ジョーンズと結婚し、亡くなるまで添い遂げた。ディークというニックネームで呼ばれるようになったのは、テストパイロット時代に、 ドンという名の,の別のパイロットが同じ職場にいたためである。スレートンは当初はイニシャルの DK で呼ばれていたが、やがてデケと短縮された。1992年、スレートンは悪性の脳腫瘍と診断された。1993年6月13日、テキサス州リーグシティの自宅で69歳で亡くなった。スレートンが亡くなった4時間後の午前7時57分、 カリフォルニア州のジョンウェイン空港上空でスレートンの愛機の W-17 スティンガーが多くの人に目撃された。さらに、その発する音が当地の騒音規制を超えているとして、連邦航空局は当該機の所有者であるスレートンの自宅宛てに警告書を出した。ところが、その時間にはスレートンはなくなっており、 スレートンの愛機はすでにネバダ州の航空機博物館にエンジンを取り外した状態で収蔵されていた。軍とナ s サからの勲章、スレートンはそのキャリアの中で及び引退後も様々な組織から数多くの賞を受賞している。1990年5月11日にアメリカ宇宙飛行士、電動、1990年に 国際宇宙殿九1996年に全米航空電動、2001年には国際航空宇宙電動を果たしたにそれぞれ電動入りした。スレートンは実験テストパイロット協会と米国宇宙航空学会のフェロー、アメリカ航空宇宙学会の準フェローである。また、実験航空機協会、コメモラティブエアホース、ダイダリア団、全米ライフル協会、 海外戦争対役軍人会の会員、アメリカ戦闘機エース協会、全米第二次対戦グライダーパイロット協会、宇宙探検家協会の名誉会員でもある。以下の作品にスレートンが登場する。ありがとうございます。